スポーツと戦争の違いは、スポーツでは物量を再現してない。100人 vs 5人。でも、兵器のパワーや習熟度によって違ってくるかも。それはスポーツではない？戦争。戦争、でしか、わからないことがある。2分の1の選択。それを蓄積することで間違いを防ぐ。ゲームというものの価値だが、今まで戦争だけは封じられてきた。そういうのは確か。諸事情があり、日本は、ガンダムの中に許容されてる。日本でテロは発生しにくい。一応、なぜか、ガンダムの中で戦争ができるからだ、が。1995年は、昭和天皇崩御後、7回忌。それは、昭和天皇の影響がほぼ消えたことを意味する。何があった？オウムのテロがあり、外国のドス V が侵略、それを始めた頃。湾岸戦争もあった。世界は一時的に王を失って、何かの枷が外れてしまった。その後も、